宇佐市は大分県の北部、国崎半島の付け根に位置するし、全国4万社余りの八万宮の総本宮、宇佐神宮があり、正月には全国からの参拝客で賑わう。また本願寺別院も、旧北東部の広大な地域を管轄するものでこれも、規模は大きい。また市内には宇佐神宮以外にも、観光名所が多く、県内有数の観光都市である。 旧武前国の南東端に位置し、旧文後国との境界に位置する。北は、スオーナダ、西は、中津市、南は、九州町、湯布市、東は、杵月市、文後高田市にそれぞれ隣接している。また交通の要衝で市内を、国道10号や宇佐別府道路が通過し、東九州自動車道を経由して、大分市や別府市、佐伯市へのアクセスも容易である。 宇佐神宮の鳥居前町として発展した宇佐地区、本願寺別院の門前町として発展した四日市地区、港町として発展した長洲地区の3地区が伝統的に経済的同時に文化的中心地である。これ以外はほぼ全域が農村地域であり、県家最大の国葬地帯となっている。経済的に隣接する中津市との関係が深く、 中津市を中心とする中津都市圏の都市雇用圏に属する。一方、大分市を中心とする大分都市圏や、北九州市を中心とする北九州都市圏には属さない。宇佐市を通過する高速道路である東、九州自動車道及び並行する一般国道自動車専用道路は、大分方面は1994年に、宇佐別府道路宇佐インターチェンジ院内。 インターチェンジが開通して、だいぶ IC までが全通していたが、北九州方面も2015年3月1日に、無前 IC 宇佐インターチェンジ間が開通。さらに、2016年4月24日には、北九州ジャンクションまで全通した。2005年3月31日にが合併する、以前から、旧佐市と院内町、あじむ町との結びつきは強く、院内町、あじむ町が、 いずれも、院の字を含むことから、これらの一市二町は総称して、宇佐両院と呼ばれていた。長須地区のいくつかの町を除き全域が、明治以来の大技を継承している。平成の大合併の旧院内町、阿寺無町は、大技の前に、旧町名を冠している。1967年4月1日現在の市域、立領下での行政区分は、無前国宇佐軍。危機にも、 神武天皇が統制の際に、宇佐に立ち寄った際、在地のうさつ彦うさつ姫が、足一つ上がりの宮を作って艦隊したという形で、登場している。伝統的に、宇佐神宮の勢力が強かったこともあり、大勢力となるような武士は現れなかった。中世には、佐田市、赤尾市、麻生市、時枝市、 中島氏他の小規模国人が拡挙する状態で、この地方を統一するほどの武士は出現していない。宇佐軍大を務めた佐田氏が最大勢力ではあり、宇佐軍衆としてまとまって行動することもあったものの、基本的には、それぞれが独立勢力であった。ただ、宇佐軍の武士団にとって、佐神宮への祭祀だけは大事な役目であったようである。戦国時代になると、当初は、 大内氏の勢力下に置かれ、大内氏滅亡後は、大友氏に従った。いずれの勢力も武前、文後国境に近い竜王城や妙圏岩城を重視し、特に妙圏岩城には、大内方からは、杉氏大友方からは、田原近方といった有力部将が送り込まれた。大友、大内が、武前の派遣をめぐって激突する際には、大抵妙圏岩城が最前線となり、 その度に、宇佐群衆が、妙剣岩城に登っている。島津市に、文語府内を追われた、大友義宗が、最終的には、妙剣、岩城の田原親盛を頼って、ここに立てこもり、その最終防衛線として機能した。もっともこの時点で、宇佐群衆でも大友方に残ったのは、佐田市くらいであり、他は、秋月市や島津市に内通していた。 安土桃山時代の豊臣秀吉による九州征伐によって、武前国が黒田義隆の領分になると、宇佐軍も、ほぼ全体が中津城を築城した黒田氏に与えられた。ただし戦略的用地である妙剣、岩木、龍王城とその直接支配地域は、倉に地とされた。後に、龍王城には、細川氏が入り、高田城に移った後に破却された。 妙い岩木も大友市海駅と前後して破却されたようである。江戸時代には天領、中津半領、島原半領飛び地、宇佐神宮領が混在した。特に四日市地区には天領下の大官所が置かれたほか、東西本願寺の別院が置かれ、一時は九州五ぼとして九州全体を管轄していた。江戸幕末には、無前四日市陣屋で、 佐タ州引きる加算の引退を名乗る部隊が放棄した。サタラは、四日市陣屋から大砲等を強奪した後、表山に立てこもり、長州藩との連携を模索したが、逆にこれを迷惑がった長州藩兵によって、吸収、鎮圧された。西南戦争時には隣接する中津市で放棄した中津隊の影響で大規模な一揆が発生している。廃藩地県後の所属権は、 中津県小倉県を大分県の順に変化し、現在に至る。現在も使われている出生台演習場への弾薬輸送基地として、かつては国鉄武前善工寺駅から旧宇佐郡院内町方面へ、豊州鉄道が走っていた。廃線後も、駅立川鉄橋の橋脚などが残っていたが、現在は撤去されている。太平洋戦争中は平野部に、 宇佐海軍航空隊が設置され、戦争末期には一大特攻基地となる。このため米軍の B-29 や戦闘機による空襲を受けた。宇佐市役所周辺の空中写真。2013年1月12日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。定数。 23高等学校中学校、小学校もよりの空港は、大分県国崎市にある大分空港。宇佐駅市内に6駅があり、柳ヶ浦駅、宇佐駅の2駅に特急列車が停車する。JTB 時刻表では、宇佐駅を中心駅としているが、宇佐市役所など観光庁へは、柳ヶ浦駅の方が近い。宇佐市は、急部全国の最南端で、 文後国との境界に位置する交通の要所であるため、普通列車の運行形態もここで分割される。本数は北九州、中津の影響が強い地域であるため、小倉方面には日中の時間帯では1時間に1本運転されており、2009年3月のダイヤ改正により市中における中津宇佐間のワンマン運転が始まった。朝の時間帯は柳ヶ浦駅から小倉、 文字港駅方面に多くの列車が始発設定されている。なお、大分方面は本数こそ多くないものの、2009年3月14日のダイヤ改正で大分方面の普通列車が増発されたことから、1から2時間に1本程度の運行が確保されている。廃止路線高速、特急バス一般路線バス以下の路線がある。東九州自動車道の無税 i c u インターチェンジ館は2015年3月1日に開通した。福岡県慶畜地方から中津市を経由して、宇佐別府道路と直結している。高速道路、自動車専用道路一般国道県道を置いた、県立歴史博物館宇佐神宮本殿。ありがとうございます。